皆さんこんにちは、斉藤正光です。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日は過去の動画でも何度も言っているこのポケットホールジョイントがどの程度強いかということを具体的に検証していこうと思います。そして今日のこの検証動画、最後まで楽しんでいただければ、あなたがポケットホールジョイントを導入すべきかどうかということを考えるいいきっかけになると思います。それでは早速始めていきましょう。今回は 2x4 を使いました。クレック推奨の深さでポケットホールを開けていきます。でポケットホールはこういう感じでつけていきたいですし、普通のネジを打ち込むのはこちら側、逆側からネジを打ち込んで、こういうふうに接合したいと思います。なので、いずれにせよ位置を固定したいので、ここに真ん中に来るように線をつけておきたいと思います。で小口にネジを打つものに関してはこういうふうに接合するわけですけども、こちら側に、裏側に下穴を開けておこうと思います。で開けるときにこのポケットホールのピッチと同じようになるようにこちら側に毛がきをしておいて、比較したいと思います。ジグのピッチを見てみると 36.5mm。では実際に取り付けていきたいと思います。下穴を開けたところに対して目で確認しながら位置を出します。でその後このビスですね、65ミリの、万能ビス、いわゆるコーススレッドというやつを打ち込んでいきます。こうめり込む感じにはなってますね。手で触った感じの剛性感はものすごいです。もうがっちり、もう絶対取れないぞっていう感じではあります。これが数値で見るとどう出るかっていうのは見ものですね。じゃあ続いてこのポケットホールの方も取り付けていきます。ポケットホールはこういう時に寸法というか場所をこうやってこっち側から見れるのは本当にありがたいですね。さあ、じゃあ専用のビスで、専用のビスかつこの 2x4 の長さにぴったりと合うメーカー推奨の長さのビスを使っていこうと思います。今からこの車用のジャッキを使って、油圧ジャッキ使って押していくんですが、このままここの針をこう押すと、点で当たらないのでいつも押す場所が変わってしまうかなと思ったので、ちょっと押しジグを作りました。でここに溝があるので溝にぴったりはまる板を持ってきつつ、端材に同じこうちょうどしっくりはまるように溝を掘っておいて、できるだけこうガタがないように、でかつピンポイントで押したいので、ボルトで押すということで、ここにM6 に対して6ミリちょいの穴を開けてやるので、こうやってやればあまりブレずにピンポイントで押せるかなということで、今からここを接着してジグを完成させておいて押していきたいと思います。これから試験をしていくのですが、テストサンプルを見てみるとこのようにやはり離れます。でこの状態でも結構高い荷重が出ていて、どのポイントでどれだけ離れたところで評価するのかというのは難しいところです。なので今回は仮にですけど、この面が5ミリ、この下のエッジが5ミリ離れてしまったところの荷重を読むようにしています。同じ場所での荷重で評価することによってフェアな判断ができるのではないかなというふうに思っています。じゃあ実験軸関係ちょっと説明していきます。ここに土台がありまして、こんな感じで、ただの 2x4 で作ったこいつが
ここを押すのでこうねじれないように後ろ側に45度の補強が入っています。でクランプ上下でがっちり固定されていて、この台自体もこのワークベンチに固定されてますね。でそこの下に同じ位置に来るようにボルトで押します。で20センチの場所を必ず押せるようになっています。でその下に油圧ジャッキがあって、このジャッキで力をかけて上に押す。でどこで破断するかというのを、今ちょっとカメラ撮ってるんじゃないですか、この三脚に乗ったカメラで接車を拡大してみていくと。でその時にかかった力をこの体重計で読み取っていく。で読み取るのは、まあ、目視でも読みますし、後から見れるように GoPro で撮っていきたいと思います。では早速始めましょう。じゃあ基準となるシンプルなスクリューでこちら側から止めたポケットホールでないサンプルからいってみたいと思います。じゃあ早速いきましょう。お、早っ。もう20キロとか離れちゃってますね。めちゃくちゃ弱い。じゃあ最後どうなるかまで見てみましょう。30キロ40キロ、力は出てますが、もう実態としてはもう効いてないですね。やっぱり40キロ45キロ、ダメだな、やっぱり小口に打つと抜けちゃうっていう感じですね。あとはやっぱりネジの座面が小さくてフレアなので、ネジを引っ張っちゃってますね。こういう感じでした。よし、じゃあ行きます。ナンバー2、シンプルスクリューナンバー2。あ、20キロ22 25 30、微妙にやっぱこう離れてますね。40、あ、やっぱ浮いてきちゃいますね。こいつはでもちょっと強め。60、お、あ、でももう離れちゃいましたね。70、あ、じゃあ3つ目いきますか。ゼロ確認して当たる場所も OK。 いきますよ。でもこの時点で浮いてますね。15キロぐらいで若干離れてる。25 30 35、実質こんな机の足がこんなことになったら40、あ、もうダメだ。45 50、まあちょっと最後まで見てみましょうか。55 60 65、抜けましたね。これはポケットホールが本当に強いかどうかはちょっとなんか不安に感じますよね。あまりにこんなにこのこいつがっちりしてるんですよ、この触った感じって。ただ数値にしてみると20キロでこうなるのかっていうのはね。よし、いってみましょう。次1 OK 5キロ10キロ15、いった時点でメリメリって言い始めますよね。20キロ25キロ、まだでも離れてない。30キロ40 45 50、もうでも浮いてますね。55、こいつ強い。60 65 70 75、おお、シンプルスクリューナンバー5。50、何ともこの抜ける時の力を測ってもあんまり意味がないな。難しいな。55ぐらいで、ああ最後、ああこうなっちゃいましたね。さあ行きますよ。最後ナンバー6ですね。5、ちょっと実用的じゃないな、やっぱり。30キロ、もうこんなですね。あん
んまりこれを進めても、ネジが出てきちゃう。では引き続きこのポケットホールタイプの方の強度テストをやっていきます。どうなるでしょう、ドキドキです。もちろんね、ほぞ継ぎとかそういうのに比べたらもう全然ですよ。それはもう当たり前の話です。ポケットホール1個目ナンバーワン10、20、うん、いいですね。離れる気配がない。25、35、いいね。40、いいね。45、お、ちょっと離れてきた。50、ちょい離れ。55、ミシっていった。55でミシっていった。60、65、最後までいってみましょう。実用的にはもうダメですけど、65ぐらいかな。70、75、80、85、こうやって曲げるのも、おお、から、おお、振り切れた。うん、やっぱ強いですね。ポケットホールナンバー2いってみましょう。10、15、20、ちょっとミシっていた。25、30、40、あー強い。45、50、55、離れた。60、これ評価が難しいな。70、あー感じですね。よし、ポケットホールナンバー3いってみましょう。30、いいね。これはでも評価が難しい。40、お、まあでも今のだな、破断って言ったら。もうこっからはネジの引っ張りを試してるだけなんで、うん。じゃあポケットホールナンバー4行ってみましょう。40、これ強い。55、60、65、70、うん、5番目ポケットホール行ってみましょう。10、30、40、35、50、55、60、65、あ、離れた。ポケットホールナンバー6いってみましょう。ラストですね。これは強い。ポケットホールが強いのは分かるけど評価が難しい。30キロ、40キロ、40キロ、45、50、60、65、60、70、75、80、85ぐらい。うん、これ以上やることに意味がない。検証動画いかがだったでしょうか。一つ注意しておきたいのが、今回の結果、ピークの荷重というのは動画の中でも見て分かった通り、締結が外れた状態で発生しています。なので今回仮ではありますが、ジョイントが離れて5ミリのところで出た荷重を比較の対象にしてみました。そうした結果、このようになっています。
小口にネジを打っていないので当然締結力は高く出ています。ただここで注目していただきたいのは締結力が安定している、この荷重が安定しているというところにあります。平均荷重が高いだけでなくばらつきが少ないところが、これはより安定したものづくりができるということを示しています。ただシンプルにネジ止めする場合でももちろんネジの数を増やしていけばポケットホールと同じような結果を得ることはできます。デザイン性を求めたり素早く安定してものを作るんであれば、私はポケットホールジョイントをお勧めします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今日の動画少しでも気に入っていただけたという方はいいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。これからも皆さんの役に立つ情報を共有していきたいと思っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。